日常演舞の食歌日記にようこそ。さて本日の演目はこちら。それでは演舞開演。こちらローソンのケーキ3種類を食べたいと思います。まず濃厚卵ケーキ、いちごレアチーズケーキ、紅芋のタルト&イタリア栗のモンブラン。まあケーキといってもいわゆるあなたがケーキと聞いて想像するであろう形はこのイタリア栗とモンブランだけですが、他2つも美味しそうです。ではまずこちらのいちごレアチーズからいただきます。どんな商品なのかな。めくって、あ、こういうカップに入っているタイプですね。カップも結構白くて可愛いか、紅白で縁起もいいです。ではお、あ、なんか昔ローソンでこういうチーズケーキあったけど、それとはまた違うのかな。ではいただきます。チャンネル登録よろしくお願いします。今年もこの季節が来たわね。私もお祝いしてあげる。ありがとうございます。コンビニのケーキはローソンだと割と頻繁に見かけるんですけど、他のコンビニ、自分がよく行くファミマやあとセブンもあんまり見ないんですよね。なのでケーキを出して祝福していただけるというのは本当に嬉しいので、毎年ありがとうございます。また来年もっていうのは虫よすぎ。ごちそうさまでした。最初に食べたいちごレアチーズケーキはいちごの酸味とレアチーズの酸味、2種類の異なる酸っぱさが口の中にシュワッと広がってきて美味しかったです。かなりさっぱりといただきましたし、手軽に持てる大きさ、食べられる量なので、ちょっと何か食べたいなと思った時にもいいかもしれません。で、次に食べた濃厚卵ケーキはまるでなんか外側の生地がまるでフレンチトーストのようにじゅわっと染み込んで口の中に広がってきましたね。だけどフレンチトーストと比べるとちょっと甘さは控えめで、なんて言ったらいいのかな、小麦粉を入れた甘めのオムレツのようなイメージでした。で、かえって分かりにくいか。で、中のクリームはシンプルなさっぱりとした味、甘さで美味しかったです。卵と生クリームのが芯も一直線にくるので、卵が好きなのであれば食べてみてほしいですね。で、最後に食べたこちらの紫芋のタルトとモンブランケーキはどちらもクリームの中に素材が入っていて、紫芋のタルトは食べた瞬間に芋、さつまいも、紫芋の優しい甘さが口の中に広がってきました。一方のモンブランは、クリームなのでちょっと自分が想像するモンブラン、自分はモンブランの時はどうしてもあのペーストを想像してしまって、そちらの口どけも好みなのでちょっとモンブランとは違うかなと思いましたが、栗のケーキとして考えればしっかりと味が感じられて美味しかったです。というわけで今回はまあイメージとは違いますが、イタリア栗のモンブランが一番美味しかったので代表として5点とさせていただきます。はい、それでは猫の恋、ダンスするのに求むけり。猫に恋し、猫は恋してて踊るのか。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演。本日の演目はお楽しみいただけましたか。チャンネル登録、コメント、高評価していただけますと嬉しいです。ではまた明日の演目でお会いしましょう。それではさようなら。